スタッフの間でちょっと流行りつつある口癖があるんですよ、うん、それがよーし誰もそんな使うんですよ、よーし夜来たらすごい綺麗なんですよね、ここ超綺麗、昼間の方が綺麗やん、いや橋がライトアップされるんですよ、全部海軍さんカレー、海軍さんカレー潜水艦黒潮のカレーを再現、再現いや黒潮のカレーを食べる機会がないんでどうなってるんか分かんないですけど信じてやるしかないですここの海軍さんカレーが一番おいしい、おいしいって聞いたんで、じゃあもうここを基準にして今後いろいろ、ああなるほどおすごい、これか、これですね、これが魚雷を乗せてたと、これで魚雷を乗せてた、すごいね、こんな近くまで行けるんや、はい、こんにちは、ルンピーです今日はですね、サイクリングに、みんなでやってきました。で、最初初めて自転車に乗り始めて、こう走りに行くのにこんなとこいいんじゃないかなと思った場所をですね、ピックアップしてきてます。で今日は向こうの方にちょろっと見える倉橋島というところの、周りをこうぐるっと回るコースなんですけど、それに絡めてたけちゃんがですね、どうやら行きたい場所があると。はいはい、えっとですね、戦争が好きなんです、いや戦争が好きなんだ、何すごい戦績とか見る好きなんで、ちょっとちょうどクレのあたりとか戦績が多いんで、それを見に行きたいと思います。主にですね、まずここが明治大正時代の砲台跡が少しある場所、ここですね、ここ明治の明治大正あたりじゃないですかね、バルチック、あ、そうか、バルチックなんだよ明治も、あ、そうか、あれ言っといた方がいいですか、よーし天気晴朗なれども波高し王国の一線ここにありよし決まるね、オッケーですか、離脱したバックも倒したいやダメよまあここで明治大正を済ましたんでそれ何なんですかそれバルチック艦隊とか日露戦争の艦隊前に言った名言するみたいな、秋山名前が出てこないです、秋山さんの次男やな、秋山さんの次男です勉強してください。で、まあこれ明治大正終わったら次がコンクリート船って言って、まあ、コンクリートで作った船、実際に浮かぶ船、あれは世界第二次世界大戦、第二次世界大戦ですね。鉄が厳しかった時に作ったと思います。あれを防波堤として利用してるとこがあるんで、それをチェックしに行きます。で次は特殊潜航艇の、まあ、訓練所があるんで、多分所ってほどないと思うんですけど、止めてたところあると思うんで、そこをチェックしに行きます。なるほど、特殊潜航艇といえば、まあ、高標的とか交流とか、まあ、回転とかそういうのもあるかもしれないですそういうのをちょっと見に行きたいと思います。で最後は亀ヶ首っていうところなんですけど、大砲とか死者とか、まあ戦艦ヤマトの大砲の試合とか、まあ、砲弾の実験とか、まあ、いろいろやってたところがあるんですけど、それが亀ヶ首ってところにあるんで、それをちょっと見に行きたいと思います、はいはい、もうそういうのを見つつぐるっと一周して、ぐるっと一周して、はい、大体30キロぐらいそうですね、30キロぐらいで帰ってこれるんじゃないかなと、うん、ピザを食べ過ぎたんでピザさっきクレのあれなんて言ったらいいかな、港町コーヒーというところで、うん、ちょっと ご飯を食べてきたんですけど、カレーを頼んだらピザ食べ放題でドリンク飲み放題でかなり食べてしまったんでそれをこう解消すると、うん、カロリーをゼロにするというのでちょっと走りにくいという、うん、ちょっと濃い内容になるかもしれないですけど、ね、濃い、はいはい、ちなみにここはどうですか、この高ガラス大戦石、ここはですね
正直ちょっとしょぼかったんで、あの江田島の砲台山とか、あのあっちですね、あの宮島の、まあ、砲台跡地があるんで、うん、そっちの方があの100倍楽しめます。戦績マニアとしては、戦績マニアとしてはそっちがいいです。戦績、まあ、戦績巡りサイクリング、戦績も、うん、平野清盛ファンはあの清盛ファンいいかもしれないですね、後ろにちょうどあるんですけど。清盛ちょっとあれね、その辺ちょっと疎いんで、いろいろ重なってる場所よね。そうですよ、歴史ある場所、歴史ある場所、多分走ってたらいろいろ楽しめると思いますね。うん、まあ、ここからスタートしましょうか。よし、じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。よしよしよし。村上君、今日の装備はどんな感じで来ましたか？はい、まあ、今日は撮影班なんで、もうカメラ、はい、これは、まあ、パニアバッグにあの、はい、一応パンク修理予備のチューブとポンプ入れといて、なるほど、で前かごはカメラすぐに出すんで、 GoPro の予備の充電器とか、あと替えのレンズ、効果レンズとかをちょっとサバッグ、カメラサポーターバッグに入れて。いや、バッグいっぱいついてるね、これこっちにもこっちにも、そう、ちっちゃいバッグいっぱいつけてるんですよ。なるほど。こっちは、こっちか来る自転車の鍵と、あとエコバッグ。ああ、エコバッグ。村上くんが一押しのエコバッグ。ブルラグのエコバッグ。あとフィルムカメラを持ってきたんで、予備のフィルム。ああ、なるほど。で、ポイって入れてます。はい。こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。サギちゃんはどうですか？僕はですね、怪しいな、これ。怪しい。いや、ちょっと変装しておかないと。なるほど。人集まっちゃって。なるほど。須田の先。須田の先。あいつファクってくるんで、ちょっとあれですね。俺が先、僕が先なんで。もういいですか？どうですか？ハンドルバック、はい、バック修理セットがいいです。これあのフェスティブ500からやってるのか？やってる、そのジョージやってるっす。どうですか、使い心地は？普通です、ブラックサンダーがいっぱい入ってた。ブラックサンダーが入ってる。今日は入ってないっす。入ってない、はい、はい、でシルマークスのいいハンドル、いいハンドル、ああこれワイルドハニーバー、ワイルドハニーバー、タケシは一押し、ワイルドな僕にぴったりですね。なるほど。ストラグラーで今日は来たと。すいません、ストラグラーです。これは何ですか？これはですね、研究中のあれっす、キャリアっす。キャリア、楽しみですね、完成。楽しみですね。服装はつなぎで、いつも通りつなぎっすやべえ、100円を見つけてしまった。え、あ、ほんまや、ちょっとやった。くそー100円ゲット。そう言わなければよかった。ラッキー。やった。くそ、動けないとき。で、あの、アピールのサドルバッグですね。はい。あの、まあ、これ、フェンダー代わりです。はい。で、あとは基本、あの、完成車と変わらないんですよね。ああ、完成車のパーツ、あ、ここにキングが入ってるけど。キングがちょびちょび入ってるんですね。それ以外は完成車です。リムとか、はい、ということで、まあ、なかなか大事な相棒です。わかりました。じゃあ次池田さんですか？僕かも。池田さん、そう、僕もランド、さっきキャン、はい、どうぞ。もうやったー、儲けた儲けた。ランドで今日来てます。で、荷物はもうここの、あのゼゲイソに全部詰めてます。あのさっき、あのメロンパン屋さんに行ってきたんですけど、メロンパンで買ったパンパン、メロンパン屋さんでアンパンも買ったんですけど、それと、日本茶をどっかで飲めたらなと思ってお茶セット、野立てセットと、ここに、そう、僕も今日写真撮ろうと思ってすぐ撮れるようにこうカメラ、フィルムカメラ入れてます。今日はあのモノクロの本体やったんですけど、カラーフィルム入れてます。ちょっとカラーに挑戦するっていう感じですね。で、カンティーンのあのグランピーナのオリジナルのカンティーンと、水を入れてやってきたという感じですね。はい、というところですかね。でもう温度大橋まで来てるんで、あれを越えて、倉橋島を一周という感じです。では行きますか。
うわすごい。でよし、こういうとこ見ると思わず潜りたくなる。どうぞどうぞちょっと寒い。どうぞどうぞ僕は行かないです。大ちゃん、ここどこなんですか。ここあれっすね。そう防波堤なんですけど、コンクリート船を利用した防波堤です。コンクリートで作った船を、まあ、沈めて防波堤にします。はい、ちょうどあの船首がよう分かると思うんです。あそこ大丈夫。これですか。船首、わかります。船首ってあの先端のことです、船の頭になんですね。ここで波を切って走ってたんですね。ちなみにあの輸送艦って言うんですけど、あの物を運ぶ方じゃなくて油の浴槽の層と油で輸送艦ですね。これがこっちが頭か。これ頭ですね。あ、すごいな。こういうことですよね。タイタニック。それはタイタニック。危ねえよ。あれタイタニックするんじゃなかった。タイタニックの気分かなと思ったんですけど。あ、いい。これ弓道かね。弓道っすかね。あの家なんかもなんか趣がある感じですね。え、二宮近所だったっすか。ながら慣れてますね。手慣れとる。ヤギ、かわいいな。あれがあの船着き場みたいな感じだったんですよね。あれ車行きます。終了ガーッ。おー、だいぶ来た。よーし、大ちゃん、ここが何ですか。特殊潜航艇の基地の跡地です。多分あの桟橋から乗り降りしたいと思います。おお。特殊潜航艇が何なのかってとこまではよくわからないんですけど、まあ回転とか交流とか、ね、だから船軍艦から、
敵地の近所に行って軍艦からこう出ていくやつ、ね、出ていくやつやな。多分本土決戦とかなってたらここから出てたかもしれないです。あ、ここで練習してたね。練習とかしてたみたいですね。人間魚雷みたいな。そうですね、ちっちゃい船で、ちっちゃい潜水艦で。いいやろ。はい、木じゃないですけど鉄でできてます。なんちゃら金物とか呼ばれてる人なんですけど、秘匿名称があるんですよ。丸ロック金物とかなんか言われて詳しく読んでます。これはなんて書いてある。特殊戦後にてピリピリ。ちょっとあれですね、額がなくて読めないですね。すごい激坂。大丈夫。こっちやん、こっちやん。右側。あれ。え、右。これ。右側行ってないんですか。こっちやん。ちょっと調べてみよう。ちょっと待って。待って。いやー、え、亀が首北試験場跡、うん、そうですね。やっぱやったらこっちですね。ですよね。こっち？こっちです。どう分かる気になるかな。まあ、行けばなんとかなると思うんです。行ってみよう。まあ、探検みたいなもんですよね。まあな。ちょっとこれは。これきついな。これはいいかな。あ、もういいな、最強。さすがに無理。みんな無理や、最強だ。いや、きついこれ。これシングルで抜いてやろ。これもう諦めました。忘れるな。短いのあるかね。これないか。いや、もうすぐラスト。もうすぐラスト。もうラストです。待って、きつい。島の端っこまでもうすぐ。よいしょ、もうすぐ島の端っこに着く。はい。もう火くれるけど。やばいっすね。今4時40分っすよ。折り返しが怖いね。いや、寄り道しすぎた。探検や、探検。マジでジャングル。あ、本物の車来た。車、なんでこんなところに車があるんやろな。おらられ。よいしょ、すごいな、これ。うわ、飛んだ。自転車置いていったよ、俺。自転車置いていこうよ。よし。不法投棄ではない。すげえ。メロンパン持ってくる。あ、メロンパン持ってくるの忘れた。俺のメロンパン誰が持ってる？僕です。あ、僕なんかメロンパン持ってる。え？メロンパン3つぐらい持ってる。何個も買った。あの、重そうなやつ。重そうなやつ。よし、若ちゃんからも。ここまで用意してくれてるっていうか、ね、お前、なんでそんな、お前、紐巻きじゃん。ちゃんと紐で。これでこう。大丈夫なのかな、これ。ちぎれそうなんですけど、紐。気をつけて。取ってる人が一番危ないってやつ。あ、上から取りましたか。これめっちゃ伸びるよ、この紐。カメラ。どうぞ。カメラ、はい。はい、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 はい。お前渡すんじゃないんかよ、お前魚取られた。お前どこまで。はい、と取れてるんですかね。価格はよう分からない。録画中です、これ。はい、気をつけて。後悔してる人。やばこれ。よーし、よーし、やばいな。池田さん、よーし、写真撮るこう。いやー、だってこっからですね。
皆さんこちらです。あ、なんかちゃんとついてきてくださいね。迷わないようにお願いしますね。あ、すごい、え、すごい、トンネルが出てきた。おぉ、いきなり、はい、いきなり外れないようにお願いします。ちゃんと取れてるの。いや、本当に冒険みたいな。うわ、すごい。なんか面白い。取ってます。タケちゃんが持ってるんで大丈夫ですかね。おお、すごい。ここがあの待避所ですね。いや、来ましたね。着きましたね。遠いというか、ついについに、ここの説明してください。はい、ここはですね、亀ヶ国の発射場跡です。ここ入り口みたいな感じなんですけど、あの待避壕の中を通って出てきます。結構あのコンクリがすごい散乱してるんですけど、これはあの GHQ が解体しようとして爆破したから散乱してたりするんです。あ、そうなんだ。なんで結構足は悪いですけど楽しいですね。いやー、でも これも見てもらったら分かるんですけど、多分あっちの赤レンガの方が明治とか大正に作られたものだと思うんです、こっち側が多分あの昭和ですよね、きっと。ここを通ってやってきました。まだまだ先にあるんですけど。何が？あ、他にも。おお、ああ、なんか二重になってるような、あの避難所ですね。計測とか、まあ、爆発の規模を調べるための浴槽みたいな、浴槽じゃないですけど、になるんで、もうちょっと進みましょうか。進みましょう。グーまあ別にそれはみんな興味ないと思うけどね。興味ないですか、皆さん。皆さん楽しくないですか。まあこれはこのままあのサブチャンネルにあげようか。どうやら楽しいのは僕だけなのか。ちょっとサイクリングのまとめを一旦やりましょうか。そうサイクリングのまとめですね。だから呉の方から出発して、はい、でここまで大体何分や。そうですね、2時ぐらいに出ましたっけ。2時ちょい過ぎに出て、結構ゆっくりしちゃったもんね。ゆっくりして3時間ぐらい、で今5時16分。皆さんはもうちょっと早く出たいです。朝出発した方がいいね。朝ちょっと出発した方がいいですね。朝出発したらお昼ご飯どこで食べるかやな。そうか、パン屋さんで買って。あ、なるほどね。ぜひここで食べる。今から僕らもここでメロンパン食べる。メロンパン食べて。最後ちょっと探検みたいだから面白かった。ここはおすすめしないね。僕的には超おすすめなんですけど、おすすめは普通の人にはおすすめしないです。このビンディングシューズですごい行きにくい。そうですね、それはある。でもあの今自転車ないんですけど、途中まで来れて楽しかった。途中まで来れて、面白かったね。そんな感じです。グランドとかだったらなんとか途中まで来れる。まあまあ全部行けるからね。行きますか。行ける。それは今度見てみたいです。じゃあまあそういうことで、まあ、サイクリング広島の、まあ、いろんなところ、いいところいっぱいあるんで、自転車乗ったらですね、ちょっとぜひ回ってみてください。まあ、で引き続きね、引き続きあのいろんな魅力スポットをサイクリングの、もう戦績まだまだありますからね。戦績縛りじゃないけど、まあ、なんかテーマ見つけて、ね、コースをね、はい、シリーズできればなと思ってます。最終的にフランスのマジノ戦とか行きたいですね。フランスまで行くおっとー。そういうところで、はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあちょっと続き見に行きましょうか。続きはあのサブチャンネル、サブチャンネル、久々のサブチャンネル。はい、はい、では行きましょう。行きましょう。はい、ちょっとあの階段がどうなってるのか見てみたい。え、これな、落ちるんじゃない。落ちてやら、落ちたもん。一回取りに切ります。これだ。ちょっとあれっすね、もっと早出るべきだったっすね。